あいつ一人で背負い込んじゃって、相談ぐらい乗ってやったのにさ。それは無理よ、鈴品さん。彼の性格からすれば。それはそうですけど、だけど私がいけないんです。ユキちゃん、そんなことは。麻酔症のことを知っていながら、そのことを桐生先輩に言えなかった。言っておけば、もしかしたら。桐生さんにもしものことがあったら、起きてしまったことを悔やんでも仕方ないよ、ユキちゃん。今できることを考えよう。鈴品先輩なんてね、偉そうなこと言える立場じゃないか。私にだって責任あるわけだし。確かに初めはそんなつもりありませんでした。もうピアノなんか弾きたくないと思ってましたから。わかりました。私がなんでこんな行動をとったのか、理解してもらうにはそれしかないってわかってますから。それも一つの理由です。そうです。
ビスがお願いしたの。ピアノ弾いてコンクールに出てってルミネにお願いしたの。初めは嫌でした。もうピアノなんか絶対弾きたくありませんでしたから。それは桐生が最近音楽の活動に行き詰まってるみたいだったから、あいつにやる気出させることができたらな、そう思って。つい何よ、やりなさいよ。私
何があったって怖くないんだから。何のことよ。わけわかんないこと言わないでよ。鈴篠先輩。